私もすっかり怖がっていた。俺はゴミやない、子孫や子孫。我々ダンパラにとって非常に重要な日です。安全第一で元気にいきましょう。りつけくん、大変なお仕事だと理解しております。スタッフ外なんてモテたいってことですね。違います。これ何年前ですか？なんでこいつ雇ったんですか？小学校が近いので家庭訪問させていただけませんか？断捨離パラダイス代表の一木八吉と申します。骨董品とか半分俺に起こせ。104,000 10万か。聞いてねえぞ。でかした弊社が買い取ります。父さん来ないでください。人生はゴミだらけ、断捨離パラダイス。私が悪うございました。